はい、こんにちは。今日はね、西洋のブーメランを作ろうと思うんですよ。素材もやっと集まりましたんでね、これでなんとかプラス3をね狙っていきたいと思うんですよね。さあやっていきましょうかね。まあどういうのがいいのかな。超401、そうでもないか。なんか乱れ打ちの方がいいのかな。乱れ打ちで、これもう打って打って打ちまくって細かく調整していった方がいいのかな。たまに会心が出ますからね。なんか思ったよりこう均等にいってくれてるのが嬉しいところ。もう一回だけやっとこうか。こんなもんか。あとはあか、全然これ届かん。一個くらいなんか欲しい。よし、来た。どうや、ここで仕上げようか。あ、50度だって。随分冷えたな。成功だ。プラス2になりましたね。プラス2か。プラス3が欲しいんですけどね。あ、それでもちょっと上がるんですよ。ロトの剣もありますよ。まあ、詳しく見ましょうか、一回。8も違うんだ、攻撃力。すげえ、スライム系からの MP 吸収率が 20% もある。打ち直すか。ちょっと打ち直してみるか。まずはこの乱れ打ちですね。とにかく乱れ打ちでちょっと稼いでいきたいと思うんですよ。よし、なんか良い。良いね。斜め打ち。あ、必殺チャージ来た。必殺使いましょう。600個か。よし。あ、超えた。やべえな。上下打ちで今度は。超えちゃった。なんでこった。2倍打ち。戻る。おお、何びっくり。あとここやな。2倍打ち使わなくなった。温度が
どう？ダメかな？でももうないもんな。仕上げるか。ダメだった。2のままでしたね。うわ、難しい。はい、まあ、ということでね、今回プラス3にちょっと挑戦してみたかったんですけど、プラス2で終わってしまいました。まあね、また機会があればちょっとやりたいと思います。かーかーくーくーや。はい、どうもありがとうございました。